おはよう、岡田君。どう、学校になった？最初不安だったけど、まあみんないい人だったからよかった。そっか、うん、まあ分かんないことだったら何でも聞いてな。うん、ありがとう。あ、そういえばさ、うん、ここの校長先生超怖いよ。あ、そうなの？知らないね、うん、校長先生が来た時に、俺校長先生にね、うん、職員するかったの、うん、校長先生が、うん、そしたらさ、岡田君校長先生校長先生ですか？先生来た。何言ってんの、岡田君、マジで。おいおい、ちょっと待って、授業中待って、岡田君ちょっと待って、言い間違いじゃねえぞ。座れお前ら。いいの、校長先生ほら、こわじゃ、出席取ります。相川、本物じゃん。はい、伊藤、はい、岡田、はい、おいお前、こっち来てんの。怖すぎるって怖すぎるって、校長先生嘘だよ。君が転入生の向井君。はい、どうも。握手なんだ。はじめまして。何この握手。すいません先生。おあの、僕転校してきたばっかりでよくわかんないんですけど、うん、なんで先生包丁持ってるんですか？なんで包丁持ってるか。はい、向井君さ、はい、市内持ってる教師見てどう思う？どう思う、うん、そう、平成なのに市内って。いや、お前ってえ、だから包丁みたいなことですか？いや、やべえって話。そんな大人になりてえな。あんな大人だったらすぐ捕まるよ。どうなるか、あれ、ごめん、何の先生なの？校長先生は道徳の先生。あれ、どうなの？道徳教えてんの？一番道徳ないじゃん。どうい、そこうるせえよ。ちょっと待って、チョークみたいな感覚。じゃあ、無理こんなんじゃ無理だ。やべえ。じゃあね、今回授業を始める前にみんなに話しなきゃいけないことがある。話？今回このクラスにいじめがあることが発覚した。今回いじめられてた生徒が直接俺のとこに来て相談してくれた。みんなにも相談してやってくれ。はい。あ、お前え、あんなに陽気なのにいじめられたの？嘘。だから優しくしてたんだ。言うなよそれ。そういうことだったの。僕はパンを買いに行けって言われて断ったら殴られて脅迫されて、それでパンを買いに行かされました。まあ、何言ってるか全然分かんなかった。全然伝わってきました。いいか、恐怖で人を支配するってのは最低のことだ。あなたが言います。あなた言います。それいいか、こんな言葉知ってるか。あ、チョークにもなんだあれ。チョーク先生、歯と距離が近いんだよ。危ないって先生。大丈夫？愛の反対は何ないんだ。マザーテレサの言葉だ。この〇〇だ。何だと思う？聞いたことない。分かんないなら先生から刺すぞ。あ、当てるってことね。先生が刺すぞって違う意味で聞こえるから。いいか、愛の反対は無関心だ。無関心ってのが一番いけないんだよ。関心を持ってみんなでこのいじめなくしてこ。ちょっと待って、超いい先生じゃね。超いい先生じゃん。それまで先生何があっても絶対尾形のこと守るから。先生、いや、ダメ今言ってたら完全ここ行かれてるから。ダメだよ、飛びついたら。よし、これでいじめなくしていこう。まあ、よかったね、でもね。あと一つ、うん、教頭先生の方からね、今回の件についてお話があるんですよね。あ、はい、うん、うちの両頭先生、いじめについてね。両頭先生からね、いじめについて。先生両頭先生って言ってますよ。うち二刀流の先生いるから。いや、もう転校する。どうも。ありがとうございます。